The quality for certainty こちらは水系サイズ排除クロマトグラフィーで使用する移動層です名前はアルゴ SEC モバイルフェイズシリーズです水系 SEC では抗体の介護凝集体や疎水性の高いタンパク質ペプチドがカラムに非特異的に吸着し 回収率が低くなることが問題になっています本製品はこの問題を解決するための移動層となりますまず抗体医薬品の介護業集体について説明します抗体医薬品は非常に高い特異性や副作用が少ないなどのメリットがありますしかし物質がタンパク質であり安定性が低いといったデメリットもありますデメリットの中の重要な部分として 抗体同士が介護凝集体を生成することです。下の抗体の模式図より、このように固まって介護凝集体となります。この凝集体が抗体医薬の有効性・安全性に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、できるだけ介護凝集体を起こさないような生成をする必要があります。また、介護凝集体が起こった際、 それを正確に評価できる分析方法が必要になりますこれからご紹介するアルゴ、SEC、モバイルフェイズは分析をより正確にするための移動層になります分析条件1のクロマトグラムは水系サイズ排除クロマトグラフィー、水系 SEC で抗体を分析した結果です解合凝集体になると分子量が大きくなるため単量体よりも解合凝集体は早く溶出します このクロマトグラムを見る限り、特に問題なく単量体と会合凝集体がうまく分離できているように見えます。それぞれのピーク面積を測ると何、何パーセントの介護凝集体ができているのかもわかります。ただ、ここで分析条件2のクロマトグラムを見てください。同一サンプルを分析した結果です。介護凝集体のピークが左のクロマトグラムと比べ。 大きくなっていることに気づかれるかと思いますなぜ同じサンプルであるにもかかわらずこのようなことが起こったのかと言いますと移動相条件が異なります移動相条件が異なると分析結果が変わってしまいますそのためどちらが正しいのかを評価する必要があります解合凝集体は非常に重填剤に吸着しやすい化合物です左のクロマトグラムは解合凝集体が 充填剤に吸着しピークが小さくなっています一方右のクロマトグラムは吸着しない移動層条件であるためピークが大きくなっていますどちらが正しいかと言いますと右のクロマトグラムですそれではこれまでこのような問題に対してユーザーやベンダーがどのような取り組みをしてきたかをご説明します取り組みは3つあります1つ目は吸着しないカラムを開発するです ただ、吸着はサンプルの溶解性にも影響します。そのため、カラムの性能を改善させるだけでは、完全に吸着を抑制することは困難であることが分かっています。二つ目は、移動層に高濃度の塩化ナトリウムを添加するです。塩化ナトリウムはイオン強度が高いため、解合凝集体と充填材とのイオン相互作用を抑制する効果があります。そのため、 一般的なタンパク質の分析では塩化ナトリウムを添加することが多用されていますただしイオン的な相互作用は抑制できますが素水性的な相互作用については塩化ナトリウムの添加では抑制できないことが分かっています3つ目はプレコンディショニングです充填剤の吸着する部位は大概特定の部位であることが分かっていますそのため吸着する部位に あらかじめタンパク質を先に吸着させておけば、その後は吸着しにくくなると考え、例えば、使用前に BSA のような安価なタンパク質を大量に注入し、タンパク質の吸着部位を塞ぐ作業をしてから分析することが多いです。ただ、プレコンディショニングは手間がかかります。また、どのくらい吸着すればよいかわからない、吸着させたものが安定して吸着している場合やない場合があるため、 測定監査が大きくなるといった問題も生じますこのようにいろいろな努力をされていますが問題はたくさん残っている状況ですそこで当社からはアルギニンを移動層に添加することによって吸着が抑制されるつまり定量の信頼性が高まることを味の素様が見出されましたのでその特許の使用許可を得て3種類の移動層 アルゴ SEC モバイルフェイズを発売することに至りましたなぜアルギニンが良いかと言いますと理由は2つあります1つ目は疎水性タンパク質の溶解性が高まるですアルギニン自体疎水性が少しありますそのためアルギニンを添加することでタンパク質の溶解性が高まることが言えます2つ目は疎水性の相互作用を抑制し吸着を抑える効果があるです 以上のことからアルギニンの添加が良いことを味の素様が証明されましたのでそれを使用した製品を当社が作っていますこちらは塩化ナトリウムを含有したリン酸干渉液とアルゴ SEC モバイルフェイズとの比較です左のクロマトグラムは塩化ナトリウムを添加した移動層ですこの場合、海合凝集体はこのくらいのピークとなりピーク比率的には 二十三点三パーセントでした。一方、アルゴ SEC モバイルフェイズを使用した。右のクロマトグラムでは、四十六点八パーセントとなり、吸着が抑えられ、介護凝集体がたくさんできていたことがわかりました。次に、カラムを変え、先ほどと同様に吸着度合いを比較しました。先ほどは、tsk ゲルカラムを使用しましたが、こちらでは、アドバンスバイオ SEC と。 当社のコスモシーールルジオールを使用しています両方のカラムにおきましても先ほどの結果と同様に塩化ナトリウムを含有したリン酸干渉液では介護業種体の人食い的な吸着を抑制することはできませんでした一方アルゴ SEC モバイルフェイズでは評価したすべてのカラムにおいて介護業種体の含量が増えましたつまり吸着抑制効果が得られた結果となります 微量分析についても調べました先ほどの例ではわざと会合凝集体をたくさん作ってから分析したのですが実際には微量に含まれていることが多いです微量においてもこの2種類の移動層で差が生じています左の塩化ナトリウムを添加した移動層では3.7%に対して右のアルゴ SEC モバイルフェーズでは4.3%でした アルゴ SEC モバイルフェイズでは、会合業集体の吸着が抑えられ、比率が大きくなりました。また、微量ではありますが、回収率を比較すると、八十二点二パーセントと九十七パーセントとなり、差は大きくなっています。こちらのデータは、新品カラムによる連続分析の結果です。縦軸は会合業集体の比率を、横軸は分析回数を表します。 まず先ほどプレコンディショニングとして BSA を大量に注入し単体の吸着部位を塞いでから分析を開始することが一つの解決手段であるとお伝えしました同じサンプルを何度も分析すると徐々に吸着が抑制され回収率が上がることが一般的によく起こります左の塩化ナトリウムを添加した移動層では最初は3%以下であったものが徐々に上がっていきます ある程度で安定はしますが、どのくらい注入すればよいかわからない。また、翌日に分析を開始すると、また同じようなところから始めないといけないといった問題もあります。一方、アルギニンを添加した移動層では、初回は低いのですが、その後は安定した分析結果が得られています。このように、アルギニンを添加することで、新品のカラムにおいても分析の再現性が非常に向上したことが言えます。 こちらは、カラムのロット監査を調べた結果です。ABC というカラムを使用し、塩化ナトリウムを添加した移動層と、アルギニンを添加した移動層とで、介護凝集体の吸着度合いを確認しました。また、アルギニンを添加した移動層で得られた凝集体のピーク面積値を1とし、各種カラムで比較しています。塩化ナトリウムを添加した移動層において、A カラムでは、 ほとんんどピークは出ていません B カラムでは0.37つまり63%ほど吸着している C カラムでは0.95で5%ほど吸着しておりこのようにばらつきが生じていますしかしアルギニンを添加することでどのカラムにおいても同様の結果が得られていますそののためアルギニンの添加は カラムののロッド監査の低減にも役立つことが言えます本製品は、スタンダードタイプ、ストロングタイプ、マイルドタイプの3種類の移動層をご用意しています。通常は、スタンダードタイプをご使用ください。ただ、スタンダードタイプにおいても、若干吸着など、問題が起こる場合があります。例えば、TGF、β3 のような疎水性が高く、 カラムから溶出しにくいタンパク質の容理には、ストロングタイプをご使用ください。また、ヘモグロビンのようなサブユニットに分解しやすいタンパク質の容理では、スタンダードタイプは若干分解することがあります。その場合は、マイルドタイプをご使用ください。こちらのクロマトグラムは、TGFβ3 の分析例です。左と右とでは、移動層が異なり、左はスタンダードタイプを、 右はストロングタイプを使用しています。また、両方のクロマトグラムにある矢印は目的成分を示します。2種類のタイプの分析結果を比較すると、矢印の山の大きさが異なります。スタンダードタイプでは山が小さくなっており、成分が吸着していることが示唆されます。一方、ストロングタイプではその吸着が抑制されていることがわかります。このように、 移動層のタイプは、使用用途によって使い分けていただければと思います。なお、先ほどお伝えしました通り、通常ですとスタンダードタイプで十分であると考えます。こちらはアクチビン A の分析例です。塩化ナトリウムを添加した条件では、このアクチビン A の分離は達成できませんでした。吸着してピークが出てこないわけではありません。成分の保持が生まれることによって、 塩化ナトリウムのの移動層でではここ主要ピークととと重なってしまうといういす一方、アルギニンを添加した移動層では、マイルドタイプ、スタンダードタイプ、ストロングタイプといった3段階で示すように、充填剤とアクチビントの相互作用がなくなり、徐々にピークが離れていき、完全に分離することができました。以上、アルゴ・ SEC ・モバイルフェイズは、アルギニンなどを添加することによって、 カラムへの人食い的な吸着を抑制する水系 SEC 用の移動層です。